ゃべきで塗ったりお店のカートで激走清掃券から地上へダイダイ手が一つないぜ俺たちそうです皆さん覚えて我らの名前はラブラビサイギターを浴びたりミサイル揺れたり波まで揺れたりビューバーをしたり高速道路で全然ダイヤを腹から気球出しさ傷一つないぜ俺たちWe'll be right back.
シュース、どうも。いやー、まあね、ガロね。まあちょっと結構打ったんですけども、まあ、展開が悪いと言いますか。ST が引けねえ、マジで。3回初当たり引いて、1回も ST 引いてないんですけど、確率って何ですかね、確率って。いやもうね、ちょっとマジで10万ぶっ込む勢いだったんですよ。まあ正直もう、ま、一人マックス祭り、悲しみを背負った一人マックス祭り開催しようと思ってたんですけども、まあちょっとやっぱ途中で芋引いちゃうよね。やっぱさすがに5万超えたら投資が5万超えたら、ちょっとやべえなってなるもん。うん。ちょっと、怖かった。いや、なんとか半分近くはね、取り戻せたんで、まあよかったんですけどね。本日ね、ちょっと、家にあった焼酎、ヨシスケっていうのこれ、キチスケ、ちょっとどんなもんかちょっと飲んでみましょうかね。あんまりね、ちょっとね、黒霧以外の焼酎飲まないからさ、ざるなんですけど、なるほど。ちょっと甘いかな、これ。キチスケ、ちょっと甘い感じがする。甘い感じがするな、これ。他の焼酎に比べて。なんかは、ちょっと甘いからなぁ。あら。ちょっと水取っていきます。水割りの水を。まあ、ちょっと水割りにしよう。うん、ちょっと薄かったかな。ちょっと薄かったか。まあ、ちょっと薄いぐらいがちょうどいいですわ、正直。ああ、うん、上品な味だね。上品。ちょっと待って、薄い。やっぱちょっと薄い。もうちょっとかな。なんだよこれ、入れづらいなこれ。ドゥ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 。うん、ナイス。そしておつまみの方がこちらです。イカ軟骨。うん、たまにはイカ軟骨食べてみよう。ごめん。なはははは。美味しそうだな。あれ、少な。ちょっとああ、いい。これちょっと甘めの焼酎だから、ちょっとあの酸っぱい感じのものが弱う。ああ。弱う。ほんでね、まあ、ガロ、そう、ガロだ。あー、ガロね、もう、引退していい、ガロ。もう無理だ。勝てる気がしねえわ、ガロ。マジで勝てる気がしない、ガロは。もう、無理だよ。でね、ガロはね、もう、打つことは、ありまーす。ガロを打つことはやりまーす。おぼかたね、今のおぼかた。一回10連したい。一回だけでいいから。一回でいいんだよ。一回でいいから10連、20連させてんだよ。なんで 77% が引けねえんだよな、マジで。俺もほんとね、くじ引きの100個くじ引き用意してもらって、そのうち23個、外れですよと。引いたら死にますよ、みたいな、
くじ引き用意されても、俺ほんと30回目ぐらいまでは生き残る自信あるよ。それなのにね、あのガロと来たらね、マジほんと3連4連で終わるんですよ。おかしい、おかしいって。いや、おかしいでしょ。自分らもそう思うでしょ。くじ100個用意してさ、23個外れですよって。じゃあ何回当たり連続で引けますかって言ったら、多分ね、もうみんなも、まあ僕には及ばないかもしれないですけども、まあ 10回20回はね、まあ平気で引いちゃうんじゃないかなと、当たりの方を。まあ僕に至っては30回ぐらいは引けると思うんですけどね。おかしいよ、やっぱ確率って。なんかしてる、なんかしてるよ。でね、まあもうガロはね、ちょっとしばらく置いとこう。ガロは置いといて、まあちょっと今週ね、僕休み、長期休み、会社長期休み入りますんで、まあ寝台のね、花の刑事とか、まああの辺はね、まあ、なるべく早くアップできるように、まあ、頑張っていきたいと思っておりますんで、皆さん、応援のほどよろしくお願いいたします。それじゃあ皆さん、まあもうガロはね、忘れよ、今日起きたことは忘れよ、うん、忘れて気分よくね、気持ち切り替えていきましょう。それでは皆さん、お疲れ様でした。